長瀬美穂は、日本のソフトウェア開発者、コンサルタント。株式会社、アトラクタファウンダー CBO。株式会社 DI スクエアシステム開発本部、ビジネスシステム部オープン技術グループグループ長、産業技術大学院大学産業技術、研究科特任准教授、スクラム、リージョナルギャザリング東京実行委員会委員長、などを歴任した。 産農コンサルティングのソフトウェア開発者として、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーなどを務めた。また、ウォーターホールモデルに基づくソフトウェア開発には俗人性を排しているような面があると問題意識を持っており、アジャイルソフトウェア開発に興味を持つようになった。受託したシステム開発に対して、アジャイルソフトウェア開発手法の導入を推進すると、ともに、 アジャイルソフトウェア開発のコーチングなども手掛けるようになった。なお、DI スクエア q u a r のシステム開発本部においては、ビジネスシステム部のオープン技術グループにて、グループ長などを務めた。2013年に DI スクエア q u a r を退社し、独立したコンサルタントとして、アジャイルソフトウェア開発のコンサルティングを手掛けている。また、公立大学法人首都大学東京が設置する、 産業技術大学院大学においては産業技術研究科の特任准教授として教鞭を取った。産業技術研究科においては主として情報アーキテクチャ専攻の講義を担当していた。2016年12月にアトラクタを設立するとそのファウンダーとなり CBO を兼務した。なお、古巣である産業技術大学院大学においては 2017年から2018年にかけて講師を非常勤で兼任した。その他、2016年から2018年にかけては、筑波大学にて、2016年には、琉球大学にて、2018年からは、東京工業大学にて、それぞれ講師を非常勤で兼任した。アジャイルコンサルタントとして活動するなど、アジャイルソフトウェア開発を専門としている。特に、 アジャイルソフトウェア開発手法の一つであるスクラムについては専門書なども上司している。なお、スクラムの国際イベントの日本招致に尽力し、2013年及び2014年のスクラムリージョナルやザリング東京の実行委員会にて委員長を務めた。また、ユーザー側の視点でアジャイルな開発を議論するい、e、いアジリティ協議会では運営委員を務めている。 ありがとうございます。